今も宮恵比寿駅は大阪市何和区寺吉東3丁目2番11号に所在する南海電気鉄道の駅。駅番号は NK02。線路名称上は南海本線に所属するが運行系統上、高野線の列車しか停車しない。今宮恵比寿神社の最寄り駅である。島式一面二線のホームを持つ高架駅。南海本線は南波駅。 岸の里玉出駅間において線路別複々線であるが、東駅及び萩の茶屋駅のホームは運行系統上の高野線である東側に設けられており、西側2線には運行系統上の南海本線の上下線が通過する。従って南海本線に所属する駅でありながら運行系統上の高野線の列車のみ停車する。かつては運行系統上の南海本線から ポイントを経て東側へ列車が乗り入れていた。東側ホームが東側に少し張り出している分、運行系統上の高野線下り線が東側に少し湾曲しており、通過列車は速度制限を受ける。2階にホーム1階の新今宮駅よりに改札口がある。普段は東側の改札が使われるが、東海エビスの際には西側の臨時改札口と、 臨時出殺所がオープンし、大混雑をさばいている。便所は改札内にあり、男女別の推薦式。新今宮駅との駅間距離は500メートルしかなく、当駅ホームから目視できる。大阪府東計年館によると、2019年時の1日平均乗降人員は1544人で、南海前100駅中70位である。両隣の駅が優等列車停車駅であることや、 徒保圏内にあるためか、利用客は少ない。近年の1日平均乗降、乗車人員は、可表の通りである。ありがとうございます。